Vic. Tutorial. Mankind knew that they. Omae wa daga chinbu imai ake. Duel one. Let's run. 起動してる記録があればいい。 まずは私に攻撃を仕掛けて、体力をゼロにすれば終わり。 よし。では私の動く。続けて攻撃を当ててくれ。いいフットワーク。 よし、そろそろ私も反撃するぞ。お前は引き続き私に攻撃を。そこ、これを使うと、ここだ。 確かにお前は不思議だが、ガードを使ってくれ。ここ、思わずバウンスを使ってしまったな。お前も攻撃を受けた時を使ってもいい。ウドラル。 ペーパースラッシュ。おい、いつまで終わりだ。こんなのやっ、記録へ。なるほど、それはいい。今度はフィン。デュオルファイナル。レッツラ。ここだ。 ペーパースラッシュ。
しまったな。私の方が気を抜いていたようだ。言っただろう。私も手加減しない。ここだ。聖騎士団ロープ下で。こんなところでいいだ。今ここで覚えたことはもっと実践的な技術か。おい、まさか道場に行けって。これを言うまでが。別に行かなくて。結局人間その熱量は旅先では手紙くらい。コンプリート。Ramlethal Valentine. Potemkin. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts. Heaven or hell? Ramlethal versus Potemkin. Duel 1. Let's rock! お願い。
入れるよ。帰ろう。Ramlethal wins. Play story.全人類の思いが世界に取り付いた。この少女がそれを背負うというのか。自ら原因を取り除く。神になってしまう。人としての欲望を奪うしかない。人類の未来を望む思いがこの子からでかいを奪ってくれ。せめて名前を。イノだ。イノが来たぞ。イノだ。イノだ。イノだ。守り抜け。ここを通すだ。イノが来たぞ。止められると思ってるやついる？なるほど、バカはいないか。お前が立ち去ればみんな利口のままだ。今どき騎士道なんて靴底のクソだろ。国の旗を背負ったクソだ。すべきことがある。同情するよ、ほんと。散らかしてごめんなさい。綺麗好きとは知らなかったから。なぜここにいる？あんたはなぜここにいる？人類との戦争に負けた時、潔く散っていればこんなことにはならなかっただろ。ならばお前は勝者か。魔法使いは想像力が豊かだな。ないよりはいい。王冠とお城を取り上げられたのは私じゃない。気をつけろ。お前が足を乗せているのは獅子の頭だ。檻の外からだと思って長く続けるものじゃない。やめてあげてもいいよ。私のものを返してくれればね。貴様の？手綱を引けばついてくるとでも思っているのか。この力は主など必要としない。今日は違う。力が使えるものを見ればわかるはずだ。誰が飼い主かね。全てを知ったつもりでも未来に起こす過ちだけは知ることができない。手にしたおもちゃで喜んでいるだけではただの子供だ。いや、子供はあんただ。ベッドの下やクローゼットの隙間に怪物を作れても、それを追い出す想像力が足りなかったのさ。何をするつもりだ？無限の想像。ついに見つけちゃったね。よりによって一番僕と出会っちゃいけない君が。
かつて誰かが言った。人間の果てしない欲を全て満たせば、不平等も争いもなくなる。だがそれはこう言い換えることができる。人間からあらゆる欲望を奪ったとき、そこに平和が生まれたと。そんな世界を誰が望むのか。では、人が望む平和とは。それを問うことは、人とは何かを問うことだ。大丈夫ですか？車輪が悲鳴を上げているようですが。この窓だが、実に視界良好だと思わないか？言われなければガラスがあると思えん。ええ。110ミリある。ボディは全面ウルツァイト、水陸両用。最悪車輪がなくても走行可能。彼女の頭はモデル並みに小さいが、不測の事態に備えた42冊のマニュアルが詰め込まれている。アスカです。今はそうお呼びください。そうか、アスカ。ともかくだ、君がヒッチハイクしたこの車は戦車顔負けだ。保険が効かないことを除けば欠点がない。なぜだかわかるか？はい。あなたはアメリカ合衆国の76代大統領であり、これはその専用車両 G4 で非武装政策を掲げるには少々物々しいかと。そこは同意します。強引に乗り込んだ非礼はお詫びします。他の手段も考えたのですが。事情は後だ。今は1秒でも早く彼らの目から逃れよう。確かに確認いたしました。大統領車両にはギアメーカーが同乗しています。そうです。歴史上最悪の滞在人、あの男がアメリカ合衆国に投降した模様です。はっきりとは見えませんが、大統領と直接会話をしている様子が通信データの報告を受けました。またはあの男に呼ばれる模倣犯であれば、聖戦時におけるあまたの犯罪の証拠が登録されており、今までその詳細が一切の謎。指揮者の間では G4 における合衆国の武装蜂起宣言との関わりが、暴動を聞きつけた市民が街に集まり、現場は現在からの行為は何もさせる困難が、いたずらに憶測を広げる行為は、さまざまな呼び名を持つ彼ですが、我々に馴染み深い言葉で表すならこう呼べるでしょう。魔王。まるで犬は舌な、1キロ先の獲物も見逃さない。ああ、彼らには僕がリークしました。そうか。残念です。私にも聞こえました。必要なことなんです。僕の言動はその窓ガラスのように透明でありたい。無理なお願いは承知してますが。お願いか。我々には脅迫と同じだ。分かってないようだが、ペンが剣より強いならマイクは大砲だぞ。あなたはかつての大戦争の首謀者です。真実はどうあれ、みんなはそう信じてます。その被害者や遺族がこの近くにいれば、ただの野獣馬ではありません。頭を下げて。やっぱりあんたか。外れだ大将。やっぱりもう一人はイリュリアの方だ。いやー、透明ですね。大統領、43冊目のマニュアルが必要です。とにかく彼の移送先を。
あなたには不可能がないと聞いています。我々に何を求めているのですか。閉じ込めてほしいんです。君をか。そんな場所この世界にはないだろう。いえ、僕よりも本を。本、始まりの書か。正確には外から入れない場所が必要なんです。どんなに強力な武器や魔法使いでも開けられないような。そういうことですか。アルカトラズか。いいえ大統領、彼が言っているのはもっと安全な場所です。大統領危機管理センター、つまりホワイトハウスです。